準決勝は45秒で伝ってフルタイムで通過しています。その他にも45秒台の自己記録を持つ選手が多数出場します。第2レーン、由井海選手、順天堂大学。第3レーン、小林直樹、東海大学。第4レーン、加藤信也君、早稲田大学。第5レーン、ウォルシュ・ジュリアン・ジャミンク、東洋大学。第6レーン、北川高政君、順天堂大学。第7レーン、佐藤凛太郎君、健太郎。第8レーン、小渕瑞希君、東海大学。第9レーン、森井康介君、城西大学。以上、8名の出場で男子一部 400m 競走決勝のスタートです。Thank you.